皆さんこんにちは。今回から岡山大学の魅力を伝える岡大を俯瞰で見る岡大 TV がスタートします。岡大 TV は岡山大学非公式公認の YouTube チャンネルです。え、非公式公認ってどういうことですか？まあまあ細かいことは置いといて、司会の私たちの自己紹介をします。私は教育学部4年生の島村彩音です。大学ではサッカー部のマネージャーをしておりました。好きな食べ物はスパゲティです。同じく岡山大学文学部3年生の玉野伊吹です。私は女子アイスホッケー部のマネージャーをしています。あと山口県出身で山口県がとっても大好きです。この岡大 TV は私たち岡山大学の女子大学生が中心になって大学の魅力をお伝えする番組なんです。男子は出ないんですか？男子も出ます。ですがメインは私たち女子大学生です。もちろん岡大で活躍する男子も出ますよ。また最新の研究などもご紹介していきます。あと何だったっけな、部活やサークル、アルバイト情報や岡大生のアパート情報などもお伝えしていきます。岡大に入るとこんな生活ができて、こんな学びができる、どういった青春を送っているかも分かるということですね。さしずめ、私たちは岡大女子の YouTuber ということですかね。私たちと番組に出演してくれるメンバーも募集しています。興味がある方はこちらまで。ところで玉野さん、この岡大のシンボル時計台いつできたか知ってる？私が入学した時にはもうすでにありましたよ。この時計台は昭和40年に完成したんですが、建築するにあたって当初は様々な諸事情で防火水槽として建築の許可をもらったという歴史もあるんですよ。すごい、島村さん物知り。はい、玉野さんより1年長く岡大にいますからね。そんな岡大の歴史もおいおいご紹介していきますが、記念すべき1回目はドローンで見る岡大、岡大秋のシンボルイチョウ並木です。玉野さんすごい。すごいね。初めて見ました。こんなに広いんだね。そうですね、普段歩いてると全然感じないんですけど、かなり広いですね。確かにそうだよね。岡山大学は国公立の中で新幹線の停車駅に一番近い大学と言われています。また対馬キャンパスは敷地面積が約64万平方メートルもあるんだよ。東京ドームの何個分あるかわかる？5、6個分とかですか？違う、実はね、東京ドームの13個分の広さもあるんだよ。これは北海道大学などに次ぐ屈指の広さを誇っているんです。すごい。それに岡山大学の歴史ってすごい古くて、その起源は1870年明治3年の岡山藩による医学館の設立まで遡ります。なのでこの対馬キャンパスともう一つ四方キャンパス、医学部のあるキャンパスなんですけど、この2つがあります。さてドローンは通称岡大筋のイチョウ並木の辺にやってきました。とっても綺麗だね。そうですね、上から見るとこんなにイチョウが綺麗に生えるのびっくりしますね。本当だよね。しかもね、あのイチョウ並木のとこに立って真ん中から見るとあの時計台も見えるんだよ。そうですね、すごく綺麗に見えますよね。時計台がいつもの倍以上美しく見えますね。確かにね、岡山大学にいる人だけじゃなくって県外から来た人や県に住む人、いろんな人が写真撮ってるよね。そうなんです。もう私もよくここ自転車で通るんですけど、もうプロのカメラマンがすっごい大きいカメラを持ってるので、もうちょっと通りづらくてなんか控えめに漕ぐみたいなエピソードとかありますねそうだよね。たださ、あのイチョウ並木も綺麗だけど、イチョウ並木が落ちた後も黄色い絨毯ですっごい綺麗じゃない？そうですね、やっぱりその場所といったらの農学部の横の景色ですよね。特にさ、農学部の方は 長い間楽しめるから、農学部の方もおすすめだよね。そうですね、やっぱりここであの写真撮ってインスタグラムにアップする人とか結構いるんじゃないかなって思ってます。
私友達で見たんだけど、イチョウ落ちたイチョウの葉っぱを拾ってバラの形にして写真撮ってる人もいたよ。すごい斬新なアイデアですね。うん、だからイチョウ並木だけ写真撮るのもいいけど、なんかイチョウ並木で作るのもいいなって思った、まさにこれは岡大のシンボルだよね。そうですね、岡大遺跡としてもう名前を残したいぐらい美しい景色ですね。ぜひ岡山大学に来たら寄ってみてください。季節は冬、イチョウは散ってもう冬自宅だね。そうですね、今年はイチョウ今一歩だったけど、来年私社会人だから岡大のイチョウを見ることできるかな。大丈夫です、もう来年もこの岡大 TV で綺麗なイチョウ並木をお届けするので、あやねさんが社会人となってどこに行ってもアメリカでもドバイでもどこだってお届けします。そうだよね、 YouTube はいつでもどこでも見ることできるもんね。もう実は私の山口県に住んでいる母親もすでにチャンネル登録完了してるんです。玉野さん、玉野さん、文学少女の演出はもういいからさ。演出じゃないですよ、私文学部なんで本当にいっぱい本読まなきゃいけなくって、大学生って意外と忙しいんですよね。確かにそうだよね、大学生は勉強が一番だもんね。さて、第1回目の岡大 TV いかがでしたか？長く愛してもらえるように私たちも頑張りますので、ぜひ応援よろしくお願いします。あとチャンネル登録もぜひお願いします。他にも Twitter、Instagram、Facebook、TikTok も連動していますので、そちらもチェックお願いします。メリークリスマス and Happy New Year!